日本とキプロス共和国の関係では、日本とキプロス共和国との関係について記述する。日本は1960年8月のキプロスの独立と同時に同国を承認した。キプロスは1960年に英国よりキプロス共和国として独立。しかし、ギリシャ系住民とトルコ系住民との間で対立が激化。国連アンポリは、 国連キプロス平和維持隊を派遣。1974年にギリシャ系住民がクーデターを起としたのを機に、トルコ軍がトルコ系住民の保護を名目に軍事侵攻を開始、キプロス北部約37%を占領。それ以降、キプロスは北部のトルコ軍支配地域と南部のキプロス共和国政府支配地域とに分断されている。北部の北、キプロストルコ共和国は、 独立を宣言。トルコの海が国家承認をしている。日本は北、キプロストルコ共和国不承認の立場をとっている。ありがとうございます。